埼玉県に本格的なミニサーキット本庄サーキットが完成。オープニングセレモニーには我らがドリドリも駆けつけ、人だかりの山の大盛り上がり。またこれからね、イカ天だとか、ホットバージョンのマイチャルで、ここに来ますので、皆さんもぜひ。というわけで本当に来ちゃいました、ホットバージョンマイカーチャレンジ。よっ、僕の新鋭店がそこに、ね、素晴らしい、綺麗な方で、昔は綺麗だった、本当に。さあ、ということで、はい、本庄サーキットのね、オープニングで約束した通り本庄に戻ってきました、ねね、はい、ホットバージョンマイカーチャレンジ05。主役は君たちチャレンジャー。自分が走り込んだ本コースで憧れのプロドライバーとタイムアタック勝負。それがマイカーチャレンジ。今回は出来たての本庄サーキットからドリドリオリダーのマイチャレスペシャル編をお送りします。マイカーチャレンジの始まりだ。本庄サーキットにはドリドリ&オリダーをお届けしました。懲りずにまた見に来たの。いえ、ちょっと見に来たの。見に来たわけじゃなくてですね、雑誌とかで、埼玉の本庄サーキット新しくできて、ちょっとホームページを調べた。それはいらないよ。すいません。土屋さんがオープニングセレモニーに出られたんで、ぜひちょっとこの間ちょっと恵比寿でタコ踊りを見せた。前回のマイチャレ走行会でデビューした負けたエイトはまともに走れず、やっちまったちょっと恥ずかしいのがあるんですけども、ちょっとエイトで土屋さんの FR2 の新作。お前は長い。というわけで本庄サーキットがどんなコースなのか負けたエイトでチェックすることに。最終コーナーから立ち上がるとわずか 60m で1コーナー、そして 200m のメインストレートとなる。エイトクラスだと3速までシフトアップ。 13R の1ヘアピンはコース幅も広く絶好のパッシングポイントか。ノーマルのタイヤに関してはすごくこうマッチングがいいよね、パワー的に。ほら、ノーマルのタイヤだとファイルスピン起きるもんね。ここは引っ張り切っちゃった方がいいだろうね。インフィールドを抜けると 26R から 19R と切り返す試験、そして最終コーナーとなる。このまま引っ張り切っちゃった方がいいね、ヘイトはね。引っ張り切っても大丈夫、ロータリーは。このクリップはつく必要はないね。続いて FF マシンは筑波5秒台の実力を持つシーカーのシビック。スタイルだから高いからね、フォークサイドできっかけを作ってやろうかなと思ったんだけど、そんなことしなくてもいいかもしれない。タイムは46秒193をマーク。 AWD はランキングビリから2位、相馬くんのランエボ足だけノーマル仕様。カフカに池選手で乗っていただいて、めちゃめちゃに遅いのを全国の皆さんに。いいの、遅くても車は楽しきゃいいのね。足だけノーマルの相馬号はエビスにしてドリドリも高評価、タイムも6秒台をマークしている。しかし本庄のタイトコーナーはきついか。この最終コーナーの取り方、最終コーナーの1個手前が割とね難しいよね。思ったよりも入り口よりも出口の方がきついっていうね、そういう感じ。こういうところもそうだけどね、走った感じではね、 FF も4区も FR もあんまり相対して変わんない。そのずっと回り込んでるっていうところがあんまりきつくないんで、大したことはないです。ただここからちょっと重要かなと。この試験員からの最終1コーナー、ここのまとめが
すごくねタイムに影響してきます。まず一人目です。よっまず一人目です。見事早いやつランキングトップになり、日光サーキットでは敵なし状態なのですが、現在早いやつランキングトップの戸部はじめ、しかしスキルアップできずに悩んでいる。そこで今回は初めてのコース、初めてのマシンでプロとの差を見るというスペシャル特訓をすることに。この前こいつとホットバージョンのそのユーノスロードスターで、はい、俺たちの勝負のすごいちょろいですからって言ってたもん。あ、すいません、申し訳ございません。こちらこそ勉強させていただきます。今日はですね、なんとムテキングの戸部君と勝負でございます。車は今日はですね、戸部君の車じゃなくてスプーンさんの S2000、2人とも乗ったことない車で走ったことないサキと、というわけで戸部君に負けないように頑張りたいと思います。戸部君に試練を与えるために用意したのは羽根なし仕様のスプーン S2000。 さらにマシンには GPS データロがレーステクノロジー DL1 を搭載。実戦のレースでも使える機能で走りをチェック。まずはホリダーからアタック開始。ホリダーはどう攻略する？戸部君にはホリダーの走りをチェックできる追っかけライン棒の助手席を用意。嫌な仕事だな、おい。おお、すごいいいグリップしてるよ、これ。アタック開始。1周目からかなり攻め込んだ走りだぞ。コーナリング全体が速いね、入り口から出口ま で、ね、知らないサーキットっていうか、一周でなんかもう掴んじゃったね。うわ、わかんねえな。おー、失敗失敗。見かけに騙されやすいニアピンが鬼門か。アタックのポイントとなる試験から最終コーナーではピーキーな S2 を絶妙にコントロール。タイムは46秒520。2周目以降ニアピンをさらにインチョロで回る走りを試すが、タイムは上がらず。ほら、もう悪いとこ分かったわけだから、ドベロンが速くなるだろう。まあどうやっても頑張りますが、その辺がまあ素人丸出しなところが出てしまうかなみたいな。頭で分かってるんですけど、もう土屋さんのすごい走りがもうやばいです。余計なもん体験しちゃいました。本当に何も知らない方が良かったかもしれないです。おめおめお前、俺があれだけ教えて俺のように遅かったら頭悪いってことだ、お前は。ああ、ドリドリのプレッシャーに打ち勝てるか。初めて操るマシンの感触を確かめながらアタックラップに入る。しかしここで羽根なし S2000 の洗礼。お約束。ああ、これやんないとね、俺はね。ドベいいね。はい、これも一周無駄にしますね。2ラップ目、気を取り直して最終コーナーをまとめるも48秒台にとどまる。データロガーの計測ではストレートの最高速はオリラーより2キロ遅い。あー、やっちゃった。緊張しまくりの戸部だが、ドリドリからの指摘通りニヘアピンはアウト、アウトインをトレース。縦にそのパワーを 100% 使えるとしたら、戸部君は 80% ぐらいしか縦に使ってないね。横に使っちゃってる感じですか。危ないですね、危ないですよ。ほらほら。クラッシュパッドのヒットで緊急ピットイン。頭をクールダウンさせる。戸部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 やばい。アタックは残り3周ということで再びコースイン。平常心を取り戻し47秒台に入れるが、オリダーにタイムは及ばず。戸
戸辺君の場合はもう俺はうまい俺はうまいっていう毎週同じ攻め方をする。で車が暴れちゃう。で今度は精神的に今度乱れてくる。タイム出てないタイム出てないってこうストレートくると見えるから、それによって今度車が縦にトラクションを使えばいいのに、縦方向にパワーを使えばいいのに横に逃がしちゃう。だから折り戸が縦にそのパワーを 100% 使うとしたら、戸辺君の場合は 85% しか使い切れてなくて横に逃げちゃう。あるいはアンダーが強くなって角度が強いっていうね。ちょっとオーバーセアな感じでしょ、はい、でやっぱ勢いよく行き過ぎるとさっきの最終コーナーみたいにズルズルと、割とでっかくコーナーさ、ちょっと砂が乗ったりとかポイントなんかだと表にもグリップが出ない感じがある。この辺が多分タイムの出し方はすごく分かってるんですけど、車の特性がやっぱりこの5周っていう間でつかめなくて、で1周目にやっぱりこうコースアウトしちゃったから、それでだいぶリズムを崩してた感じですね。長いやっぱ折り戸はプロ中のプロで早いってことだ。ありがとうございました。ふぅ危ねえ危ねえ危ねえ。そして2人目のチャレンジャーはレーシングドライバーを目指し、今年 FJ ドライバーのオーディションに受かりました。本庄サーキットで働きながら走りを磨く若干18歳の坪谷くん、ターゲットはドリドリ。折り戸を選んだ理由は、ちょろいなっていう、戸辺みたいなもの。あ、俺なんだ、はい、走ることにお金をかけたいというマイカーはノーマルのロードスター。今まで3ヶ月精一杯頑張ってきたので、それを全て出せるように頑張りたいと思います。勢いよく坪谷君からアタック開始。ちょっとだいぶまだヤングな運転ですね。毎日走ってる割には雑だな。ね、まだまだヤングですね。うん、18歳だからね。18歳ですからね。18歳でもこんだけ走れれば。ああ、立派立派。いいですよね。熱いレース魂にすっかり魅了され、いつかは土屋圭一と勝負ができるレーシングドライバーを目指している坪谷君。人には負けたくない一心で本庄サーキットを誰よりも走り込んできた。そして夢であったドリドリとの対決、意気込みも半端じゃない。さすが走り慣れているだけあって、本庄の難しい試験区間もかなりの踏みっぷり。ベストタイムは2ラップ目の51秒178。いやー、ちょっとプレッシャーがまあミスしちゃいましたね。はい、雑が多かったんでね、あの雑をちょっとまとめるとどうなるかっていうのをやってみたいと思います。ドリドリがアタックに入る。ブレーキしながら寄せていくの、こうやって、ね、ブレーキランプついてるでしょ、はい、でここからアクセルオン、はい、そうすると小さく曲がる。あ、まっすぐ立ち上がってるでしょ、はい、見てな、ブレーキランプのつく位置を見てな、はい、ついてから消えるまで、停電切るまでついてる、はい、で向きが変わったなっていうところからアクセルオン、はい、いかにマシン特性をつかみ無駄をなくすかが肝と口癖のように語るドリドリ。坪谷君の走りと比べて車の動きは至って穏やか。タイムは1周目で50秒574をマーク。今度はもうちょい行けそうかなと思う。ブレーキのところで詰めてみたいと思います。今ちょっとブレーキほんのちょっと奥まで我慢してみました。ここもそうかな。さらに立ち上がりでもたついたらすかさずクラッチ蹴り。リカバリーのための小技も忘れない。そして試験ではなるべく速度を落とさず無駄のない最短距離で通過。この手のノーマルカーのうまさは職人技です。この人こんな感じだね。杉谷君の場合はブレーキが強すぎてコーナーに入ってきた時に車を止めすぎちゃったよね。まっすぐ入ってそのまま舵を乗せないとラフに入ってるから、はい、早めにアクセルを踏めちゃうからアンダーになったりオーバーになったり、で全体的にそういうコーナーがいっぱいあって、あそこのとあとこの S 字、はい、S 字のやっぱ勢い攻め方がやっぱりちょっと全然違うよね。いかにスピードを落とさずにスムーズなラインを通るかが坪谷君の課題だ。行きすぎましたね。
最終をここを抑えれば全然いいのになって暴れさせなきゃいけない。それ行って、また自分が行って、あ、この車もうちょっとブレーキが、こことあそこはいけるなって。はい、あ、でもコーナーあそこは全然余裕だったからもうちょっとコーナーいけるなって。だから、ほんま一度ずつタイム上げていくっていうね。はい、自分の場合、ちょっとかなり滑ってた運転が多いことなんですね。もう暴れてんの、俺はネジ捨ててんだっていう運転よ。そうじゃなくて。感じるんだけどね。そう、早くは感じるんだけど、そこが限界じゃなくて、自分がその限界を作っちゃってる。マイカーチャレンジでは個人の応募はもちろん、壮行会に来てほしいという出張マイチャレのオーダーも受け付けています。早くなりたいという走り屋のチャレンジを待ってるぜ。さあ行ってみましょう。最初コーナーから行きましょう。さあここがメインのストレート、1コーナー、ここは3速から2速に落としてグリップを取る。出口を見ながら際いっぱい、そしてまた裏ストレート、ブレーキセカンド、はい、ここは1かな。ここが微妙に狭いところをシフトアップしながら逆にフリーフリー2速に落とすと、それグリップを上手につきながら、この向こうが距離が上手にあるので持っていく。ここも早めのシフトアップ3速から最初コーナー、かっこいい、うまい。ここで際に寄せると、どうすか、いいな。どうすか、一本いきません？ちょっと俺にも乗ってみたいな。これ一本行ってみませんか？ちょっと乗ってみていい？どうぞ。本当？はい、グローブしようかな。Come on.